皆さんこんばんは。今宵もありがとうございました。そう、もう終わってしもたね。もう終わっちゃったね。しましょう。皆さんこんばんは。元気？ちょっとね、先週がね、ちょうど東洋キッチンさんのイベントで歌わせていただくのがあったので、ちょっとね、初めてちゃうかな、1週間飛ばしたのね。はい、皆さんこんばんは。こんばんは。元気にしてましたか？ほんまね、いろいろと。ちょっとね、すこぶるバタ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 としておりましたわ。引き続きまだバタ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 、ほんまね。そうなんですよ、大好きな水泳もね、行けたり行けなかったりとねしてますわ。ちょっとね、よしよし。まあね、いやもうあれやで、8月もうあれやね。あっちゅう間やったね。ちょっと8月早かったですね。早かったね。すごい早さような気がします。ほんまに。はい、こんばんは。みんなこんばんは。こんばんは。8月も終わり、世界陸上も終わり。そうですね。いや、ほんまですね。今森永バスケやっておりますよ。勝ちましたよ。そうなんですね。はい。へえ。俺バスケ部やったからさ、大好きなの。もう大興奮。見た、あれ、歌なあ、花見たらバスケやりたいなるよね。超バスケやりたいよ。なんかアメリカではやっぱバスケットが多分大人気、なんか一番ホットなんですよね。そうベースボールじゃなくて。そうほんまにね、もう、いやほんまね、毎日めっちゃ暑いわな。めっちゃ暑いっすね、ほんまに。めっちゃ暑い。夏やんな、まだ。ど夏ですね。ね。はい。もう、で言うても8月終わりで、もう来月ですよ。9月、私、小山貴則、バースデー月です。はい。みんな待ってるよ。みんな待ってるよ。プレゼント待ってるよ。プレゼント？プレゼント。ああ、いいですね。バースデー月、ね、9月16だから。私もまたがね、9月16日におぎゃーって生まれました。はい。乙女座。もう情報開示していくんですね、どんどん。乙女座、個人情報を。乙女座、本当ですよ。ちょっとなんかもう乙女座で、辰年でしたっけ。辰年、来年ですね。あ、年男。はい、来年ついに来たよ、辰。行くで。立つか。もう一気に登ったんねん、もう。竜のごとく。はい。それなんかドツ系のやつじゃなかった、それ。竜のごとくって。あれ、それなんかゲームやったっけ。な。それ涼太に借りてん。涼太に借りてん。RPG 版のやつを、竜のごとくって。あれ、めっちゃ面白かったけど、なんかどうなんやろな。人気あった？あったんや、あれ。ごめんね、みんな分かれんでしょ。この前ちょっとね、空き時間でそんな話がね。そうこの間、そうなんですよ、東洋キッチンさんのね、イベントの時に結構待ってる時間が結構あって、空き時間が、待ち時間結構あって、その時にね、もうね、おっさん4人でな、なんの、そうですね、話を盛り上がりましたね。ライブの話とかさ、今日じゃあちょっとっていうのはもうすぐ終わるわけですよ、基本的に私たち。もう大体リハの時点でもうパンと終わって、いけるみたいな。でその待ち時間の時にもうなんかやたら、そう、俺と芦屋ちゃんと亮太と清さんで、もうおっさん4人でさ集まって、なんかもうキャッキャキャッキャ。そうですね、なんかゲームと映画の話で非常に盛り上がりましたね。めちゃくちゃ映画の話で盛り上がって、ミッションインポッシブルのね、
そうそうそうです、そうです、あれはだいぶ清さんが目開いてありましたね。目も熱をこもってあったちっちゃい目がわっさー開いてたもんなもう食い気味にやっぱそうそうそう、あ、好きないなーっていう感じがビシビシと伝わった。普段清さんの目見えへんねんけど、あの時だから初めて見たわで、それどうなんですか見えてんてアイコンタクトされてますそう、上り竜へ、ね、そうそう、こんばんは。そうですよ、だよねーですよ。47歳なんですよ、僕。頑張るよ。はい、まあまあ、なんかね、うん、年齢こっからですから。大山貴教はやっぱりね、あの年取ってかららしいよ。まあでもあんまもうなんかね、最近あんま年齢とか、ね、感じなく感じるっていうか、世界のな感じで、うん、ああ40なったからとか60なったからってないですよね、もう。あんまり確かに、あのなんかそういう時代に突入してる感じしますね。僕らが子供の時はもうだいぶあれやったけどね、もう40後半分けて考えてたじゃないですか。そうそうそう、もう40なったおっさんとかね、そういうことじゃない時代になってますよね。そう、全然違う、うん。まあ、ちょっとそのために、まあ、あの言うても年はこう重ねていくからちょっと頑張らなあかんけど ね、うん、そうですね、ちょっと見た目とかね。そうですね、頑張ります。ということで今宵も10分ぐらいですけども、ちょっと、まあ1時間ぐらいかな、まあ1時間、うん、まあ、あのみんなで、あの、はい、タカさん天まで登ってください。行きますよ、天まで行きますよ。違う意味にも取らないでね、天まで行くっていうのはい、まあまあ、あの今日も久しぶりなんで皆さん一緒に楽しみましょう。どんどんコメントもしてね。はい、それではですね、1曲目、今日はちょっと盛り上がっていきたいなと思っております。はい、初めてお披露目するカバー曲も1曲ね、用意してるんで、皆さん、楽しみにしててください。じゃあ今日も盛り上がっていこう、本日も。てな感じで1曲目、真夜中のドア、行ってみよう。私はあなたはあなたと
楽しいよ。いいですね。なんか力が抜けていいね。あ、あざす。マヤのカノードはいい。お、笑顔一つでみんなが幸せってかで。いいですね。ありがとうございます。笑顔一つでみんなが幸せ。いや、ほんまええ言葉じゃないですか。ほんまですね。ねえ、一つでみんなが幸せ。この曲タカさんがカバーするまで知らなかったんですが、本当に大好きな歌です。ハートお気に。あ、でもそういうのあるんでしょう ね、カバーで。ありがとうございます。歌もギターも最高。ハートキラリお気に。ありがとうございます。よし、嬉しいね。嬉しいですね。あ、もう行くよ。引くよ。引くよ言いました今。引くえ何にも引く、引くよですよね今。引くよ言うからギター弾いてくれはんのかな思って、ついに。ごめんなさい、無理です。いつかやりましょうギター。教えて、あしゃちゃん。僕のギター教えますか、ついに。スパルタですよ僕。ほんま、はい、誰にいたらずっとトークで終われ、ずっと市内持ってますよ僕。なんでやねん。昭和時刻、昭和の初期ちゃんそれ。し違う。すいません言って意外に嫌いじゃないけどね、そういうスパルタ。ものすごい目で睨んでくるでしょ、人ついたら。そう、てめえこの野郎みたいな。それこそもうブレイキングダム出なかったじゃん、俺も。あー、ついに出ますか。あの、ジュン君出たね。見ましたよ、僕も。見た？見ました。まあ、あの、コメントはちょっと、はい、あの、控えさせていただいてですね。はい、頑張ってはりましたね。はい。うんうん。ね、あの、まあ、いろいろあるわな。ね、すごいですね。ね。盛り上がってますね、世の中は。はい。白熊さん。手拍子、手拍子やわ、拍手や。手拍子でどないすね。今いや、ほんとね、そうそう、もうね、ちょっともうトヨキッチンのイベントすごい楽しかったよね。めっちゃ楽しかったですよね。めっちゃ楽しかった。毎回ね、いろんなとこ、こうで やられるじゃないですか、うん、滋賀県もそうですし、またちょっとなんかこうマッチしてる世界観ですよね。はい、まあ今見ていただいてるこういう、そうそう、こういうちょっと何十代 こうあの何十代内装っていうんですか。そうそう、インテリアというか、はい、結構優雅な感じが似合うんだろう多分。もうずっとやっぱここがそういうコンセプトで映ってますもんね、映像もそうですけど。そう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 、本当にね、東洋キッチンさんも僕初めて行かして、まあ前からはしてたんやけど初めて会場に行かしてもうて、ライブにもよう来てくれてんのよね。あ、言うてありましたね。そうそうそう、ほんですごい応援してくれてて、で初めて行ってあの時にびっくりした。びっくりしましたね。うん、もう居心地よすぎてさ。そうなんですよね。居心地よすぎて、おっさん4人で映画の話してたもんな、ずっと。あんまり、声大きめでね。そう。もうびっくり、それまでもうびっくりするみんなちょっとこう、静かな感じだったね。もう そっからもう。だからまあ、あれ盛り上がったから、一回空き時間で心折れんで済みましたね。確かに。はい、そういう意味ではね。確かに。空き時間がね、はい、どうしようかな、言ってたんですけど。はい、またできたらいいな。いや、いいと思うんですけどね。ね、トヨキッチンさんのあの会場でなんかこうライブできたらええなと思いましたわ、うん、すごい。めっちゃ思いました。またやりたいですもんね。ぜひぜひ、はい、またカジさんに言うてもらおう。ね、うん、あれではないわ、なかなか。いや、ほんまね。で、終わって、うん、で、来月ですよ、ついに9月。すごいな、名前が。タカさん素敵、ありがとう。東洋キッチンさん、そう、ほんますごかったね。もうすごかったよ。
まあ、あの写真で皆さん、うん、あの見ていただいたと思うんですけど、もうやばいっす。あれ、ま、でもまた展示されてるやつ売り物でしたもんね。そう、あの商品全部売り物あったんです。そうなんですよ、すごかったですね、うん、なんか亮太が豊吉さんで全部買う言うとったで。あ、ありがとうございます。いや、ありがとうございますちゃうか、あの、なんやろ、頑張ってください、はい、なかなかのすえ、あ、もう電波でのって言っちゃった俺。そうなんですね、気に入りはったんですか。まあでも良かったですよね、うん、でも買ってたらなちょっとだいぶやばいよな壁とか売ってましたもんね。売ってた、壁売ってる家具屋さんですか。壁というか、なんかそのタイルみたいな貼り付けた ね、あれをこうやって、あれ1個1個言ってたもんな、しょうちゃん。あれでもね、1個何万とか言ってたなわけあるかいなってなワンピースねこれね、ワンピース何万ってどんなやねんって、えげつねえセレブだなって。そうやで、まあ、でもセレブな空間でしたね。セレブでしたね、はい、すごい楽しかったですよ、うん、またなんかね、そういうイベントもどん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 あの声かけてくださいや、みんな。全然全然ほんまにね、うん、だってあのお客さんもたくさん来てくれて、ほらほとんど初めましてだもんね。あ、そうでしたよね。あの一部と二部があってね、あの初めましての方がほとんどやって、もちろんあの僕のことをね、あの知ってくれてる人も来てくれて、あの盛り上がったのは、やっぱりあのいつ OK は全員やってくれるよな。そうですよ、今回もあの男性がね、男性いらしたんで、はい、さあどうだという感じだったんですけど、はい、まあ、みんなもう間違いなくニコニコやってくれられますね。 やってくれたね。最初はやっぱり微妙やねん、やっぱ男性って、え、じゃあマジだよみたいな。大体あの空気もつかめてきましたよね。分かった、大体分かんねん、はい、でも絶対させんねん。もうなんかね、台湾でやれるようになったらね、はい、あんま別にもうせやねん、感じかけないでしょ。そう、もう言葉通じるし、言葉通じるところでこうやってやらしといたらね、そういうことです。やれるなっといたら、そういうことですよ、はい、本当そう。いやでももうね、ありがとうございましたということで、あの9月29日ですよ皆さん、来月ですよ、もう約1ヶ月ちゃん、今日28日やろ、1ヶ月後です。 9.29 心斎橋ジャニスワンマンライブ、はい、もうあのちょっとね、今ちょっとあのセットリストをいろいろ考えておりまして、やばいです、声が持つかどうか分かりません、はい、ノリンノリンでいきたいと思います今回 9.29、 はい、まあ、ちょっとそれあのアシアちゃんとまた相談しながら、はい、ドドスコですよ、はい、ってな感じで、引き続きじゃねえわじゃあ次の曲引き続き応援のほどよろしくお願いしますっていう会話に行くんやけど、ちゃうねんな、あれ歌わなあかんねん、はい、じゃあもう一曲、あのね、ちょっと同期曲が続くんですが、前向きな曲です、明るくて最高、本当に。あのね、岡本真代さんのね、トゥモローという曲を歌いたいと思うので、皆さん一緒に笑顔でノリノリで楽しんで聴いてください。涙の数だけ強くなれるよ、アスファルトに咲く花のように、見るもの全てに来るよ君のために、突然会いたいなんて、夜更けに何があったの、上手にしてもその笑顔が悲しい、ビルの上にはほら月明かり、抱きしめてる思い出とかプライドとか捨てたらまたいいことあるかな、涙の数だけ強くなれるよ、アスファルトに咲く花のように、見るもの全てに怯えない
は来るよ君のために。ねえ、はい、うん、おー楽しみです。やばい、やったね、楽しみすぎる。この曲好きです。リズムが最高、元気出る。リズムが癖になるなって、なるな。思い出の曲、あ、思い出なんだね。まあ音楽ですね。お風呂で聴いています。あら、環境やおまへんか。あ、お風呂でみんな、そうや、俺のライブ、ライブじゃない、 YouTube あるときみんなお風呂入って聴いたらいいんじゃん、使って。ほんでのぼせでみんなポッカーと動くんやな、あれシワシワになって、シワになって、絶対あかんでしょ。それでもいい、楽しそうですね、はい、こういう YouTube 配信をお風呂で見るの。ほんまね、うん、私の学生時代を、あ、やっぱみんな学生時代とかそうやもんな。そうですね、明日も元気でいられる、ありがとう。あ、ほんと元気で、元気出るよ、この曲元気出るな。そうなんですよ、なんかね、この前やった時にすごいいい雰囲気あったんで。確かに、でもね、前回もそうやねんけど今日の方が俺好きやわ。僕もね、なんやろ、そんな感じしました。顔つかめました、つかめましたね、今ね。うん、つかんだはい、なんやろね、ねえ、うん、いい感じでしたね、うん、みんなありがとうね。大学生の孫が聞いています。あ、嬉しい、どんどん聞いてください。うーん、あざっす、嬉しいですね。大学生ってでも知らない、うれぴタカちゃん、うれぴ新しいキャラどんどん出てきますねタカちゃんキャラが。いや、もうあんまキャラないねんだよ知ってます、知ってるわ、知ってる、んかそんな別にね、そう、僕らキャラとかないねん俺。兄さん、動物占い何なんですか。あ、俺何やったっけな、
あ、それ聞きたいですね。うわー、俺何やったっけ動物占い。何ですか。え、何と何やるんやったっけ。いっぱいあるんですね。あれ、キヨシさんがものすごい同じ。キヨシさんはこいつ何ですか。え、黒ひょう。あ、俺もやった。あれ、いや、俺何やったっけ、忘れた。菊池さんは、あ、知らないですか。ちょっと誰か調べてくださいね、このありがとう。あ、タカちゃん、ウレピ、兄貴最高、ありがとうございます。ありがとう、こちらこそありがとう。ちょっと今度調べとくわ。調べておいてください、うん、はい。なんか何やろな、何やろ、小鹿とかちゃいますか。なんで可愛い感じやつな、小鹿ちゃんってねえ。小鹿どういうことですか。小鹿っていませんでした。小鹿とか、小鹿とかいたっけ。なんかおったよね、コアラとか。りょうた、俺の調べれる。あれで誕生日で調べる。誕生日やったんちゃう、生年月日な。動物占いで一回ちょっと俺の調べてみてや、りょうた。兄貴最高。いやーいやーいやー、小鹿、あ、小鹿、小鹿、小鹿、俺小鹿やったら結構あのちょろ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 してそうやな。そうそう、え、何の、いや、何言うて、あ、出た、出へん、出へんか。昭和51年、覚えといてくれよ、おい。うん、出た、で、出るやつあるん。何、タヌキや俺。タヌキ。ちなみにさらっと言ってみて。合ってるやないか。一緒なんしょ、ちゃん。俺タヌキや。俺タヌキやわ。俺タヌキやった。うんうんうん。そうなんや。それいいの？ダメでしょうね。ライオンになってるやけど尻尾出てるから。黒ひょうとかのイメージですよね。俺なんか黒ひょうとかのイメージなのかな。そうやろ、ごめん、タヌキやった。ね、タカさん品格のあるタヌキらしいですよって。あ、ほら、多分調べてくれたんや。品格のあるタヌキ、あしたちゃん品格のないタヌキ。誰がですか。誰がですか。大きい声で言うとボタン。謝ってください。品格のないタヌキってどういうことですか。あの山の奥の方におるんです。そうだから俺はライオンの形してライオンやね。化けるときは。だからあしたちゃんはライオンに化けんだけど尻尾出てるやつ。尻尾だけライオンなってるでしょ。一番赤いやつでしょ。尻尾だけライオンって一番ブサイクないやつ。タヌキですからね。それはもうほぼほぼ。はい。何でます。ちゅうことを言うんですか。の話やねこれ。あ、そうそう、でも、あ、思い出した、それあんなね、品格のとかで書いてた、俺あるある、大昔に調べてもうたんよ、なんか。そう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 、よかったよかったよかったって、何がよかったかよく分かれんな。いや、結構おもろいね、これ。いや、まあ、ということで、まあ、品があるっちゅうことで、みんな、あの、勘弁して、その辺で。あの、喋るとコテコテやけどさ。はい、じゃあね、話の脱線がすごいでしょ。はい、音楽いきましょうか。じゃあ次の曲、あのね、ちょっとあの、こっからはアシャちゃんと2人で、こっからはでもあと2曲で終わりやねんけど、早いな、なんか今日30分ぐらい。ちょっとね、よく歌ってほしいと、これなんか言われるな、最近ちょいちょいと、この曲な。あのね、実は、7月のライブでも歌いました。で、この間のまさかのなんだ、東洋キッチンさんのイベントでもちょっと言っていただいて、リクエストみたいなね、で歌いました。はい、磨き上げられたタヌキやて。そうそう、それそれ、ごめん、また引っ張ってしまった。磨き上げられたタヌキ。せやねん、それ俺のことやねん。もうそれはだから俺は品格のある磨き、はい、磨き上げられたタヌキ、ね、
で、アシアちゃん品格のない磨かれてないタヌキやねん。もうその磨かれて品格あるのもうタヌキの大きいもんでしょ、ドビンさん玄関にあるの。誰が大きいもんやねん、ツルツルのやつやろ。ツルツルの陶器の。もうお前全然曲いかへんわ。はい、ごめんなさい。行きましょうか。この後に磨き上げられたタヌキとか言うて、その後にピースワインミッシュやで。あ、そう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 、はい、ありがとう、みんなありがとう、コメント、みんなのコメントも楽しいね。はい、じゃあね、ちょっとしっとりとですね、僕も大好きな曲です。今井美樹さんのね、本当によく歌ってほしいと言われる曲なんですよ。 Peace on my wish という曲をしっぽりと聴いていただけたらなと思います。聴いてください。
雨に負けない気持ちを炎もくぐり抜ける、そんな強さ持ち続けたい、それでもいつか全てが崩れそうになっても信じていて、あなたのことを信じていてほしい、あなたのことを。ありがとうございます。ありがとう。いかがだったでしょうですか。何今のいかがだったでしょうですかって何だもう日本語おかしなってるわ、あんまりも。はい、ポンポコタヌキって書いてあるね。しがらえ、え、し、しがらき焼きですね。ほんまやな、タヌキいっぱい。はい、いい声ありがとう。今日は泣かされますねと。素敵な歌声ありがとうございます。疲れが吹っ飛ぶ、吹っ飛んでいこう。最高、何回聴いてもしびれ。ナイス、いい曲やね。ギターの音も綺麗です。よかった、素晴らしいですね。聞きたかったです。よかった。しみるね。ほんまね。いやー、なんかほんとね、まあまた来週かな。そうですね。はい。はい、また来週皆さんと。ありがとうございます。癒し系イケメンお兄さんたちですね。これ嬉しいじゃないか。これ癒し系なんですね。へー、癒し系なんじゃないですか。あ、分からへんけど自負されてるんですね、癒し系と。そうですよ。桃山田君ってもうザ癒し系でしょ。ザ癒し系なんですね。いや知らへんけどいやもうそれはもう癒し系だと思うんですよ。友達と見てるよ。 ありがとう。元気帰ってけへんけど、これ。そうですね。これ配信の悲しかな。はい、そうそうそう。ですね。元気元気言うてね。これでもテレビね、テレビとかでこれ繋いで見れるんですよね。あ、そうですね。ね、はい、大きく見れるんで、はい、いいですね。うん。そうですよ。YouTube はほらもう今あの大画面で見れますからね。テレビで。もう標準ですもんね。そう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 。ね、そう。うんうんうん。本当に確かに癒し系。ありがとうございます。もうそう言うてもうと嬉しいわ。うん。嬉しい。まあ嬉しい。ありがとうね。やっぱ歌はええね。はい、歌はいいよ、ほんまに。でもさっきこの前もね、うん、ちょっとお話しさせてもらったんですが、はい、カラオケボックスに兄さん行きはるんですか。もうね、それ聞いて、兄さんは行きます。いや行きたいねんけど。あ、行きたいっていう気持ちあるんですか。あるある。カラオケ、カラオケやろ。カラオケ行きってまだ歌いたいんですか。まだ歌いたいって、こんだけ歌ってあって、まだまだ歌いたいって気持ちになりはるんですね。あるある。あの、そうなんや。なんていうの、責任感ない感じで歌いたいね。ああ、なるほど、なるほど。そういうことですね。あ、でもそこはなんか腑に落ちました。はい。ああ、そっかそっか。あの、まあこういうこと言うとちょっとあのなんかあの こういう配信もせし、ライブがじゃあ責任感でやってんのかっていう感じに取られるとちょっとちゃうねんけど、なんていうのかな、やっぱりこう、まあそうですよね。まあ、あの、でもわかります、わかります。もちろんアシャちゃんとか、まあ、みんなもそうやねんけど、基本もうめっちゃ自然体では歌うとてんねん。もう、うんうん、多分これこの状態に多分カラオケで歌うてもやねんけど、
っぱりちゃうのよ、そのやっぱりね。でカラオケに行くともなんか別にそなんら変わるわけじゃないんだけど、多分気持ち的になんかこう好き勝手歌いたいなっていう、なんかこうなんかそのプロの料理人の方がね、はい、家の冷蔵庫の残り物でご飯作るみたいな感じですよね、はいはい、そうですそうそうそう、気楽に気楽にちょっとこう、ね、スイッチが違うっていう、そういうことですね、はい、美味しいもんはできるという感じですよね。そうだから行きたいねんけど誰も誘ってくれへんもんだって。あ兄さん行きましょう、誘わんでしょうねそてえなあ、プロのシンガーの人をカラオケ誘うってちょっとほら首ね、キウさんもこうなってちょっと気使うよね、お金なんでお金いるんかななんでないやだってそらそらそう思うじゃないですか、思うんかな。いやまあそらお友達とかやったらまた知りませんけど、あねえみんなで行こうや今度。いや歌わなあかんで、カラオケ行ったら絶対。いやもうなんか僕私歌いません、あれはあかんよ絶対歌わない。でも今のカラオケボックスはね汚いっすよ、汚いっすよ。そうそう、汚いよ。ジャンカラにこの前ちょっと行ってきたんですけどあ、ジャンカラ行った、あんまり汚いですよ、あんまり汚いって、あんまりええ感じじゃないですか。あ、そう、こういったとこは言うと思って名前出したからです。いやいや、でも全然もうだからカラオケほんまずっと行ってないよね、うん、そうそう全然。だからあの例えばまあどうしてもあの、まあ、言うたらまあカラオケってまあ言うたら俺の感覚でもカバー曲になるわけやんか、うん、歌うのって、はい、ね。でもちろんあのほらこの配信でもそうやけどカバー曲というかまああのまあ言うたらカラオケに入ってる曲たちでしょ。はい、そうですね、言ってる意味わかるかな、うん、みんなも。はい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 、はい、でもほらそのでもそのまんまの感じで歌えへんやん 俺って絶対。アジアちゃんがアレンジしてくれて、あ変わってますよね。そう、だいぶ変わるやん、コード感も、うんうん、世界観も、はいはい、そうですね。だからそのカラオケに行くと言うたらその皆さんが聞いたまんまのあの音源で歌うっていうね、うんうん、はいはいはい。例えばロックやったらロックを歌うとか、まあそうですね、ロックさんですからね、はい、グレーを歌うとかね、うんうんうん、はい、ああなるほどね、そう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 、へえ、そうなんですよ、面白いですね、はい。何何第一交渉のビッグエコンビッグエコンの役員に言っときますよって、へえ、言っといてください。何を言ってくれるんでしょう、なんか何を言ってくれるんでしょう、あの、ね、姉さんの曲入ってありますよね、ありがとう。僕の曲はねどっちにどっちやったっけ、かけがえのないものがダムで、ジョイサウンドにありがとう。僕だからかけときましたよ、ありがとう一回。ありがとう、わしゃちゃん。あんな歌えませんわ、高すぎて僕は知ってますやんか、メロディー、うんうん、いや高いなみたいなこれはびっくりするぐらい聞いた高いです。ほんま高いです、高いです。かけがえ歌ってください、頭と。ああかん、これはあかんね、オリジナルできへん配信やからね。できへん配信でもないねんけど、あのいやでもね、さっきもシワ聞きたいって言ったんですけど、シワはね、これもシワはでもね、あれ実はカバー曲なんだよ。まあでもリリースしてあるでしょ、あれ。してないね。あ、そうなんですか、ね、あれ YouTube しか上がってない。 YouTube 音源。あ、そう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 。あでも今日はちょっとね、そう、あのね、かけがえのないものはね、僕のオリジナルなんですけど、あれね、俺の中ではキー低いんだよ、あれ実は。あまあまあそうかもしれない、あれ低い方なんだよ、うん、でもあの女性陣も高いっていうよね、あれ。いやだからどこが一番ええとこか難しいですよね、あれ。そうそうそう、歌えませんか。もっとなんか入れてほしいですよね。そう、あのそうもっと入れてくださいよ。いや、そうやな、ノリがいいやつとか。そうやな、あのピースとかさ、一足系とか、ああいうのも盛り上がるんじゃないかな。歌ってほしいもんな、みんなにね。え、歌いやすいんじゃない。特にあの世の中の男性陣も歌ってほしいですよ。あ、いいと思います。ありがとう、 YouTube でたくさんの文字ありがとうございます。あのごめんね、なんかね、なんかまあまあカラオケ行きたいね。なあ、ちょっと行こう、りょうた。歌うやろ、その時は歌うやろ。行ったら歌うよな。それでほんまちょっとなんかな、ちょっとなんか全然、でも俺が歌うとさ、でも普段聴いてるから普通ちゃう、多分。ああみたいな。でもどうなん、そのカラオケとか俺みたいなんがポンって行って歌ったら弾かへん。いや弾くでしょうね。だから知らん人がいたらもう次歌いたくないですよね。ね、あそういうこと。もうパプリカぐらいちょっとふざけて歌う気持ちぐらいじゃないと。パプリカぐらいはいいですけど、ちょっとガチのバラードとかやったらもうスッと消しますね。あそう、はい、誰も次入ってへんパターンになるんちゃいますか。いやでもなんかそうか、まあまあでもなんかね、まあ誘ってください、誘ってくださいって、あの、いかへんけど、あのいや、まあまあ、なんかね、そうか、じゃあ、今日もありがとうございました。あの、ラストなんですけど、
初めて歌います。はい、ちょっとあしたちゃんと2人でやるんですけど、これ知ってる人いてんのかな。あ、そう、特にそうやね。これ今から歌うのはアニメの主題歌、主題歌エンディングテーマ、どっちかな、エンディングテーマ、エンディングかな、多分ね。ごめんなさい、ちょっとごめんなさい、うる覚えで申し訳ないです。でも どっちか のテーマソングなんですよね。有名です。シティハンターってアニメみんな知ってる？僕大好きなんですけど。はい、そうなんですよね。で、まあ愛を消えないでという曲なんですけど、ちなみにこの曲知ってる人みたいなね。あ、みんなかけがえのないものを歌えないって難しくて、でぜひ練習してください。練習あるのみよ。ね、自分の、皆さんちょっともう最後に歌うけど、ごめん、ちょっとコメント拾ったからだけど、自分のキーに合わせて歌ってね、いいですか。よくカラオケとか行って原曲キーで歌うんだとか言う人いるんですけど、あれね、間違いです。自分のキーを分かった上で歌は歌うもんですから。え、ちょっと1個質問していいですか、これも長くなっちゃうんですけど、はい、自分のキーってどこで分かるんですか、あれ。だから一番、どこに合わせるんですか。一番例えばまあ俺の曲やったら、俺の曲とかさっきのやつとか、例えば今井美樹とかやったら、え、何が一番分かりやすいかな。一番高いところあるじゃん、その曲の中で。まあ、そこがピーク。そこの一番、一曲の通して歌いたい曲が一曲あったら、その中で一番高いところあるじゃん、一番こういーってこうひっくり返るような、はい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 、あっこを自分が一番出やすいキーにするのよ。なんか、いや、それを探しに行かなあかん、ね、そう練習しに行かんと、そう、みんなおる前ではできないですから。そうなるほど、チェックしに行かなあかんですね、一応ね。はあ、そっから始まるんです。なるほど、だから一人カラオケ行ってる人そういうのをチェックしてあるんですね。そう次の試合のために。そうまあもちろん原曲キーでこうひっくり返るぐらいこううわーって歌っても全然いいんやけど、はい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 、まあみんなとね行った時はやっぱりほら、うん、気持ちよくなってもらいたいじゃないですか、みんなも、うんうんうん、歌ってる本人さんも気持ちよくなってもらいたいしさ、ね、うん、確かに。そう、うん、っていう感じですよ。なるほどな。あ、みんな知ってるで。知ってますね。知ってます。 よかった。ちょっとノリノリで行こう、みんな。今日もありがとうね、皆さん。シティハンターの愛を消えないで、行ってみよう。一目見つめて、 Fall in love。
して泣かされていた。あなただけは私を分かってくれていた。本当は誰だって寂しいロリーちゃん。愛よ消えないでも楽しいな。いいですね。英曲ですね。いかがだったでしょうか皆さん。あーいいですね。いや今日も楽しかったね。ねえおしゃれちゃんね。皆さんいかがだったでしょうか。名曲ですねこれね本当ね、はい、意外にキー高いっていうねいいっすね。みんなありがとうございました。みんなありがとうね。本当に、また来週かなね。来週またYouTube、配信ライブ、やりたいと思います。本当にまあちょっとね9月29に向けて本当に、もう1ヶ月後ですね本当ね。まあちょっと本当にすごいすごいというか本当に素晴らしい温かい素晴らしくてノリノリで温かいこう音楽をですね、皆さんにお届けすることを約束しますので本当にね、まあ、金曜日でね平日なんですけどぜひ、遅れてでも来れる人はぜひ、来てもらえたら嬉しいなと思います。はい皆さんの貴重な時間ありがとうございました本当ね、楽しかったね。なんかねオンギター芦田亮平イエイ。今日もありがとうございました。本当に楽しかったです。ちょっと今日全体的にノリノリな感じでやっぱいいですね。はいやっぱこういうのがいいですね。またね来週はねちょっとまあ動機でちょっと今グッといろいろ作って芦田さんにどんどん振っていってるんで来週はちょっとまた面白いかもしれないですね。はいはい、あかーんこの後寝れそうもない。ずっとずっと歌ってて言うてありがとう。幅広く何でも歌えるんやねすごいって友達言うてるよ。高さんありがとう。こちらこそありがとう。聞いてくれてありがとうね。元気になったかな。応援してっぞ。
ありがとうございました。たくさん笑ってたくさんお願いします。楽しかった、ありがとうございました。みんなの拍手もありがとうね。絵文字の拍手ありがとうございます。ということで本日もお付き合いいただきありがとうございました。皆さんの貴重な時間本当に感謝してます。ありがとうございました。ということでまた来週お会いしましょう。じゃあね、おやすみ。